演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらチャンネル登録よろしくお願いします。こちら焼き鳥大吉さんの焼き鳥をいっぱい買ってきました。焼き鳥大吉さん、前にも一回行ったことあるんですけど、その時店内で食べようと思って、ちょっと撮影がこれだったということで、今回はテイクアウトしてきました。その説は勝手に設定しようとして申し訳、その説は申し訳ございませんでした。で、今回いろんなものを買ってきました。これで多分鶏肉全体が網羅でされていると思います。これは1本、これ1個しかないのは手羽先ですね。あとはもう皮とか肝とかつくねとか、焼き鳥屋の私の入ったお店の定番のメニューを全部頼んできましたね。これは美味しそうだ。ではまずこちらのパックからいただきましょう。これは肝臓かな。ではいただきます。肝心要の部分から先にいただきます。好みは分かれそうなんですけどね、これら、でも自分は好きなんですよね。最初に食べた肝臓や心臓、これらはちょっと食感の複製があるので好みが分かれるとは思うのですが、一番あの肝臓のふにゅっとした感じ好きなんですよね。で、心臓のあの弾力のある噛み応えもあって、あれも美味しかったです。肝心を先にいただいちゃいましたね。で、その次に食べたつくねはちょっと軟骨か何かが入っていてコリコリした食感があるんですけど、基本的にさっぱりして美味しかったです。あとの2つはお肉の部位がもう1つ分からないのですが、肉厚で旨味があってふにゅっとした噛んだ瞬間に内側に旨味が広がって美味しかったです。で、6つ目のネギマ、こちらもネギの食感がまた鶏肉だけのものとはまた違った味わいを出していて美味しかったです。やっぱり変化って大事ですね。では続きましては、こちらの手羽先をいただきたいと思います。あ、手羽先っていうの名古屋思い出すな。まあ毎回言ってるんですけど、ではいただきます。噛んだ瞬間に旨味が広がる。お肉のおとなしさ、いや、美味しさを味わわされていますね。これはすごいわ、本当に。手羽先はさっぱりとした塩気がカリカリとした食感のところに来て美味しかったです。やっぱり発色部分が少ないのは不満なんですよね。もうちょっと食べたいな。で、そこから先はコリコリした軟骨に来たさカリカリとした皮、そして最後は何なんだろうな、なんか旨味があって噛み応えもあるんですよ。ちょっと今までの普段食べてるようなもも肉や胸肉とちょっとブニュッとした部分もあって、焼き鳥としては使わないの独特な部位なのかなと思えるな部分でした。でもやっぱり美味しかったです。どれも旨味があって噛んだ瞬間にそれが広がってくる、それは普遍のものでした。この旨味ずっと守り抜いていただきたいですね。タレや塩との相性もバッチリで、全てこちらの点数とさせていただきます。一括で中でも心臓のあの弾力ある食感はおすすめです。本当に美味しかったです。他にもなんか鶏肉以外でもいろいろあるみたいなので、また機会があれば食べてみたいですね。寒中水泳柱守るやここ足りて、何を守っているのでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。延々、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。